お忙しい中、地域コミュニティ共同セミナーにお越しいただき誠にありがとうございます。まもなく開始時間となりますので、ご着席いただきますようお願いいたします。なお、受付がまだお済みでないお客様は会場入り口で受付をしていただき、資料を受け取りください。合わせてお車までお越しのお客様で、中央公園地下駐車場をご利用の場合は駐車料金が1時間無料となりますので、駐車券を受付までお持ちください。また携帯電話をお持ちの方は電源をお切りいただくか、マナーモードにしていただきますようお願いいたします。それでは今しばらくお待ちください。皆様、大変お待たせいたしました。ただいまから平成27年度地域コミュニティ共同セミナーを開催いたします。なお、このセミナーの模様はインターネット放送局まちテレでインターネット配信をさせていただくこととしておりますので、ご了承いただきますようお願いいたします。また本日は高松市2年目の職員が地域コミュニティ活動研修の一環として参加し、一部運営の補助をさせていただきます。至らない点もあるかと存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。それでは開会にあたりまして、高松市長大西秀人よりご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。こんにちは。高松市長の大西秀人でございます。寒い日が続いておりますけれども、少しずつ春の息吹が感じられる頃になってまいりました。そのような本日、平成27年度地域コミュニティ共同セミナーを開催いたしましたところ、それぞれのコミュニティ協議会等から大勢の皆様方がお越しをいただきましたこと、心から嬉しく思って存じておるところでございます。また、本日のセミナーにおきまして好評等をお願いいたしております香川大学経済学部の准教授西成先生におかれましては、講師とも何かとご多忙の中、この講師役を快くご承諾いただきましたことを厚く御礼を申し上げます。ありがとうございます。よろしくお願いをいたします。さて、この、コミュニティ共同セミナーでございますけれども、ご承知の通り本市におきましては、現在コミュニティの再生ということをまちづくりの最重点項目の一つのテーマとして掲げておるところでございます。高松市内におけます都市内分権でありますとか、あるいは新しい公共といわれるものの活性化につながるような、真のコミュニティを軸としたまちづくりに向けまして、各種団体活動団体の支援や、あるいは、自治会の加入促進等の事業を行いますとともに、コミュニティの充実に向けまして、各種施策に鋭意今取り組んでおるところでございます。本日のセミナーでは、今年度本市が皆様と市民の皆様と共同で実施してきております夢づくり推進事業、また健康都市を目指して進めております健康チャレンジ2015、
まあ、さらには各種 NPO 団体等といろいろ共同して事業を行う共同企画提案事業という、まあ、それぞれ3つのカテゴリーに入っております市民提案型事業、これの成果を、まあ、実際これに携わってこられた方々に発表していたということになっているわけでございます。まあ、どの事業もまあ選ばれたものでございまして、バラエティに富んだ大変興味深い内容となっているようでございます。ぜひとも多くの皆様方にお聞きをいただきながら、今後の活動の参考にしていただけているとともに、本市におきます地域活性化や、あるいは市民と行政との共同事業、その事業の在り方を考えるきっかけとしていただければ幸いに存じます。またこのうち夢づくり推進事業に関しましては、このあと平成27年度夢づくり大賞表彰式におきまして、昨年度平成26年度に実施されました夢づくり推進事業の中から特に優れた事業を実施した地域コミュニティ協議会4団体の方々を表彰させていただきます。受賞されます皆様方におかれましては、今回の表彰式を機に、より一層地域でのまちづくり的活動に活発に励んでいただきますようお願いを申し上げる次第でございます。最後になりましたが、本日のセミナーがご参加の皆様方にとりまして有意義で実り多きものとなりますことを心からお祈り申し上げ、また皆様のご健勝ご活躍をご記念申し上げまして、開会のご挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。それではここで本日講評をお願いしております先生のご紹介をさせていただきます。香川大学経済学部准教授でいらっしゃいます西成典久先生でございます。本日は先生にも各団体の事業報告をお聞きいただき、ご専門の見地からご好評を賜りたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは報告会に入ります前に、高松市民の願いを会場の皆様と共に唱和いたしたいと存じます。誠に恐れ入りますが、皆様ご起立をお願いいたします。なお、高松市民の願いはお手元にお配りしております冊子の一番最後のページに記載しておりますので、ご覧ください。高松市民の願いの唱和をお願いします。私が高松市民の願いの全文と主文の全段を読み上げますので、引き続いて5項目の主文をご唱和願います。緑明るい栗林公園、瀬戸の定波、呼谷島、私たちは美しい自然と歴史に育まれ、明日に伸びゆく高松市の市民です。四国の中心高松市を一層明るく睡眠よい町にすることは私たちみんなの願いです。そのために私たちは誓って次のことに努めます。一つ、自然を愛し、一つ、人の立場を大切に、一つ、家庭を明るく、一つ、健康な体と、一つ、働く汗を尊び、ありがとうございました。皆様ご着席ください。続きまして、本日成果発表していただく夢づくり推進事業共同企画提案事業および健康チャレンジ2015について、地域政策課課長補佐の為沢より事業のご説明をさせていただきます。地域政策課の為沢でございます。それでは私の方から夢づくり推進事業共同企画提案事業並びに健康チャレンジ2015の概要について前のスクリーンを使ってご説明させていただきます。
まず夢づくり推進事業でございますが、この事業は地域から提案のあったまちづくりに関する事業に対しまして市が補助金を交付するものでございます。地域の現状や課題を踏まえ、その解決や改善に向け、高松市内の全44の地域コミュニティ協議会を対象に、同協議会が自主的、自律的に実施するまちづくり活動で、多くの住民の皆様方が参加できる事業を対象とした地域提案型の補助事業でございます。事業の実施期間は1年間で、補助金額は対象経費に対しまして100万円が上限となっております。平成23年度に実施いたしました夢づくり推進事業はご覧のとおりとなっております。赤い四角で囲んでおります前田牟礼が本日事業報告をしていただく2地域となっております。なお、この後表彰させていただきます夢づくり大賞は、継続性発展性の観点から前年度事業を対象としておりまして、今年度は平成26年度に実施していただきました26事業を対象といたしております。次に共同企画提案事業についてでございますが、この事業は市民の発想を生かした事業提案を公募いたしまして、市との共同で市民サービスの向上を目指すものでございます。平成18年度から実施しており、平成27年度の6事業を含めまして、これまでに63事業が実施されております。この共同企画提案事業は、課題テーマ部門と自由テーマ部門の2部門で募集しておりまして、課題テーマ部門は本市の各課から出てきた悩みの種と、地域コミュニティ協議会等から出された地域の悩みの種を公開し、解決策を募集するものでございます。応募できる団体は、瀬戸高松広域定住自立圏の県域内に活動拠点がある市民活動団体および地域コミュニティ協議会としています。事業形態は、平成23年度までは委託事業だけでございましたが、平成24年度からは補助事業も対象としまして、成果台に対して柔軟かつ的確な対応を目指しております。採択事業を提案した団体に交付される委託料補助金は、いずれも上限額を45万円といたしておりまして、ただし補助金は対象となる経費の5分の4以内の額とさせていただいております。次に健康チャレンジ2015についてでございます。この事業は、糖尿病などの生活習慣病の予防などのために、地域コミュニティ協議会におきまして、地域ぐるみで各種健康審査、がん検診の普及率の向上や、地域の特性を生かした健康づくりに取り組んでいただいたものでございます。この取り組みは、一人一人の健康を実現するだけでなく、地域の健康機運を高め、優れた取り組みを全市に普及することで、健康長寿を目指すものでございます。また、保険給付費適正化プロジェクト、地域でプラスワンプロジェクトの一環としまして、増え続けている医療費や介護給付費の抑制にもつながる取り組みとして実施いたしております。7月から11月にかけて募集しましたところ、35の地域コミュニティ協議会から応募がございました。取り組みテーマはご覧のとおりでございまして、7月から11月の間で3ヶ月間以上、地域が主体的にさまざまな工夫、趣向を凝らした取り組みを展開し、約5900人の市民の方に参加いただきました。そして35団体の取り組みについて報告書をもとに審査いたしました結果、最優秀賞は牟礼、優秀賞の受診率向上部門は木梨地区、健康づくり部門は新塩山地区、努力賞は太田地区、仏生山地区、
東上田校区、北地区、古高松地区、二番町地区コミュニティ協議会が選ばれまして、先日2月17日には市長による表彰状授与式を実施したところでございます。非常に簡単ではございますけれども、私の方からの説明は以上でございます。よろしくお願いします。続きまして、平成27年度夢づくり大賞表彰式に移らさせていただきます。まずはじめに夢づくり大賞についてご説明させていただきます。前方のスクリーンをご覧ください。夢づくり大賞は高松市夢づくり推進事業の中から特に優れた事業を実施した地域コミュニティ協議会を表彰することで、地域コミュニティ活動のさらなる活性化を図ることを目的として昨年度創設したものです。今回の平成27年度夢づくり大賞の表彰対象となりますのは、平成26年度に夢づくり推進事業を実施した地域コミュニティ協議会です。次に、今回の表彰対象である平成26年度夢づくり推進事業を ご紹介いたします。平成26年度はご覧の26の地域コミュニティ協議会が事業を実施いたしました。ここでは事業名のみのご紹介となりますが、歴史文化、緑化環境保全、ふれあい交流などさまざまな分野の地域の特性を生かした事業を実施していただいております。次に審査基準についてご説明いたします。夢づくり大賞の審査におきましては、他の模範となる先進的な取り組みであるかなどの先進性、独自性、活動の継続、効果や実績の定着が見られるかなどの継続性、発展性、広く地域住民に開かれた取り組みであるかなどの協同性、連携性、住民の満足度や地域課題の解決、改善につながっているかなどの効果、これら4つのポイントを審査基準としております。この審査基準に基づき、まず事前に各地域コミュニティ協議会からご提出いただいた検証シートや実績報告書などによる書類審査を行い、その後夢づくり大賞選考委員会で選考委員の皆様にご審査いただきました結果、市として4つの受賞団体を決定いたしました。なお、夢づくり大賞表彰要領においては、表彰の種類を大賞1団体、優秀賞3団体としておりますが、選考委員会での協議の結果、平成27年度夢づくり大賞においては、大賞2団体、優秀賞2団体を表彰させていただくこととなりました。それでは、表彰に移らせていただきます。まずは、夢づくり大賞、大賞の表彰です。対象は平成26年度に各地域で実施された夢づくり推進事業の中で最も優れた事業であると評価されたものを実施した協議会に贈られます。今年度は2つの協議会を対象に選定しております。平成27年度夢づくり大賞は、ええとこ探そう我がふるさと香西、歴史と文化の町葛西郷事業を実施されました香西地区コミュニティ協議会と、歩こう訪ねよう鶴内再発見、クジャク富士子孫育成と今昔巡り富士の町鶴内マップ事業を実施されました鶴内校区コミュニティ協議会です。それでは大賞を受賞された協議会に表彰状の贈呈を行います。大西市長は演台前へお進みください。まず、香西地区コミュニティ協議会の代表者様、演台前へお進みください。香西地区コミュニティ協議会は、ホームページをはじめとする情報発信ツールを整備し、ふるさとの歴史や文化、伝統行事など幅広い世代の住民が取材した地域情報を広く発信することで世代間交流を図り、ふるさとへの愛着心醸成に取り組みました。地域情報を継続的に発信する基盤の整備に、
幅広い世代の地域住民を巻き込んで取り組んだ点が高く評価されました。それでは郷西地区コミュニティ協議会代表者様に表彰状が授与されます。表彰状夢づくり大賞大賞郷西地区コミュニティ協議会殿。地域協議会は平成26年度夢づくり推進事業において特に優れた事業に取り組まれ、地域コミュニティ活動のさらなる活性化と地域コミュニティ組織の基盤強化に大きく寄与されました。ここにその功績を称え表彰いたします。平成28年2月27日高橋市長おめでとうございました。ありがとうございます。それでは郷西地区の代表者様はそのまま前方右側へ移動をお願いいたします。続きまして鶴内校区コミュニティ協議会の代表者様、演台前へお進みください。鶴内校区コミュニティ協議会は地域内の数多くの史跡や豊かな自然環境を活用した街歩きマップ看板を作成するとともに、クジャクフジの育成に幅広い世代で取り組むことで地域住民に鶴内の魅力を再発見してもらうとともに、コミュニティ活動の活性化を図りました。成果物としての冊子をより多くの住民に活用してもらうための創意工夫や事業成果の地域住民への効果的な見せ方が高く評価されました。それでは鶴内校区コミュニティ協議会代表者様に表彰状が授与されます。表彰状夢づくり大賞大賞鶴内校区コミュニティ協議会殿。地域協議会は平成26年度夢づくり推進事業において特に優れた事業に取り組まれ、地域コミュニティ活動のさらなる活性化と地域コミュニティ組織の基盤強化に大きく貢献寄与されました。ここにその功績を称え表彰いたします。平成28年2月27日高橋市長おめでとうございました。おめでとうございます。それでは鶴内校区の代表者様は右側へ移動をお願いいたします。続きまして優秀賞を表彰いたします。平成27年度夢づくり大賞優秀賞は花水木の里太田住んでよっしゃのまちづくり事業を実施されました太田地区コミュニティ協議会と、久米の里山再発見自然の恵みを守り育むまちづくり事業を実施されました川添地区コミュニティ協議会です。それでは優秀賞を受賞された協議会に表彰状の贈呈を行います。まず太田地区コミュニティ協議会の代表者様、演台前へお進みください。太田地区コミュニティ協議会は自治会連合会結成50周年を迎えるにあたり、自治会加入促進と自主防災意識の向上に向けて式典や炊き出し訓練、記念誌の作成などに広く住民を巻き込んで取り組みました。住民の転出入が多い中、事業の効果が広く地域内外の住民に及ぶ取り組みが評価されました。資金獲得方法から今後の持続可能性がうかがえ、他事業へのさらなる展開が期待されます。それでは太田地区コミュニティ協議会代表者様に表彰状が授与されます。表彰状夢づくり大賞優秀賞太田地区コミュニティ協議会殿。地域協議会は平成26年度夢づくり推進事業において特に優れた事業に取り組まれ、地域コミュニティ活動のさらなる活性化と地域コミュニティ組織の基盤強化に大きく寄与されました。ここにその功績を称え表彰いたします。平成28年2月27日高橋市長おめでとうございました。ありがとうございます。大田地区の代表者様は右側へ移動をお願いいたします。続きまして川添地区コミュニティ協議会の代表者様、演台前へお進みください。川添地区コミュニティ協議会は地域の里山久米山の豊かな自然環境を利用したハイキングコースや山道の整備事業を実施するとともに、里山マップや看板の作成、里山祭りなどを行うことで地域住民の憩いの場を作り、地域活動の活性化を図りました。地域の財産である里山の整備に幅広い世代の住民で取り組んだことで、住民間交流の機会創出につながった点が評価されました。それでは川添地区コミュニティ協議会代表者様に表彰状が授与されます。
表彰状、夢づくり大賞、優秀賞、川添地区コミュニティ協議会殿。木協議会は平成26年度夢づくり推進事業において、特に優れた事業に取り組まれ、地域コミュニティ活動のさらなる活性化と、地域コミュニティ組織の基盤強化に大きく寄与されました。ここにその功績を称え表彰いたします。平成28年2月27日、玉城市長、おめでとうございました。おめでとうございます。大西市長は自席へお戻りください。今回夢づくり大賞優秀賞を受賞された4団体の皆様に今一度大きな拍手をお願いいたします。以上をもしまして、平成27年度夢づくり大賞表彰式を終了いたします。受賞団体の代表者様は記念撮影をさせていただきますので、その場にお残りください。会場の皆様は、この後引き続き地域コミュニティ共同セミナー、事業成果発表に移らせていただきますので、準備ができるまで今しばらくお待ちください。皆様、大変お待たせいたしました。それでは事業報告に移らせていただきます。第1部事業報告、最初のプレゼンは、牟礼コミュニティ協議会の夢づくり推進事業、牟礼再発見プロジェクト事業です。資料は7ページをご覧ください。それでは、牟礼コミュニティ協議会、松浦様、平田様、よろしくお願いいたします。改めまして、こんにちは。牟礼コミュニティ協議会の事務局長の松浦でございます。本日私ども牟礼のですね、取り組みについて皆さんにご説明させていただく機会をいただきました。本当にありがとうございます。感謝を申し上げます。それでは今日私どもの取り組みの応援団といいますか、実行委員会が今日来ておりますので、まず演壇の方へ、前へ実行委員会の方、どうぞよろしくお願いいたします。出生率 1.4 という現実は、男女2人から 1.4 人しか子どもが生まれず、地域から都会へ
夢を抱いて出ていく人が増え、地域人口はさらに減っていく危機感を抱いた女性がおりましたというふうな下りで始まっております。この皆さんのお手元にあると思います、こういう冊子ですね、群れ町ブック、この一番後ろの裏表紙に書かれてあるこの物語の走りでございます。そこから紐解いていこうと思うんですけれども、その危機感を抱いた女性がここに置いてます。群れコミュニティ協議会の事務局員のヒラットの方からご説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さんこんにちは、群れコミュニティ協議会事務局の平田美智子です。そして今日、夢づくり実行委員会のメンバーと、群れコミュニティ協議会の会長副会長、そして役員の皆さんで、そして先ほどご紹介いただきました事務局長、そしてあの画面にあります左下陽一君で、チーム群れ再発見プロジェクトでプレゼンテーションをさせていただきます。よろしくお願いいたします。平成27年度夢づくり推進事業、群れコミュニティ協議会では平成26年3月に群れ町の団体個人の方に募集をかけました。その中で2つの提案事業が提出されました。この2つの提案事業を平成26年5月群れコミュニティ協議会の総会に似てプレゼンテーションを行い、投票の結果、平成27年度夢づくり推進事業群れ再発見プロジェクト、群れ地域から全国に発信できるアイテム作りが採用されました。群れ再発見プロジェクト、群れ地域から全国に発信できるアイテム作り、今回群れ町の人たちと作り上げたいこと、皆さんいきなりなんですが、皆さん今住んでいる町好きですか？返事がないんですけど、好きですか？好きですよね。そうですね、この会場におられる方は町づくりのために活動されている方ばかりなので愚問でした。私群れ今は大好きなんです。でも群れに来た頃、前の何々ですって挨拶されたんですけど、前に家あったっけなと思って、だ100メートル先に挨拶された方の前のお家があったんです。そしてその頃ですね、あの5月、田植え時期なんですよね。家の周り田んぼで、またあの水が入るとカエルの鳴き声がすごいんです。夜眠れませんでした。で、愚痴を言う相手もあの主人ですよね。接待接待ということで、お御前様でもう本当に何度荷物をまとめて帰ろうかと思いました。でもそんな私、あれから30年余り群れ町住民です。群れは住めば住むほどいいところなんです。住めば住むほど分かる魅力ある町なんです。群れ町の魅力を 120% 伝えることができるアイテムを群れ町の多くの人たちと共に作り上げ発信する、そして県内外からたくさんの方に見ていただき、来ていただき、群れ町に住みたいと感じてもらう、そして定住人口を増やす、これが現実にしたい夢です。群れ町ってどんなとこ？群れ町の教育の現場手厚いです。交通の便もいいです。そして食、観光、自然、歴史、健康、群れ独自のものがたくさん数えきれないほどあります。しかし人口が2002年1万8500をピークにして人口減少しています。人口減少の背景にはやっぱり少子化や核家族などが挙げられます。で、地縁的な結びつきが弱くなり、地域の活力が低下、ひいては人口流出といった悪循環に陥っています。次に人口を構成している年齢に関して説明します。将来を担う年少人口、
今現在活動に、経済に活動している結びつく、生産年齢人口が減少傾向、65歳以上の人口は増加の一途をたどっています。私平成26年5月夢づくり推進事業の提案事業を作成中に新聞の見出しで30年後若い女性半減と出ていました。人口流出により香川県では20代から30代の若い女性が30年間で半減になるところが旧市町あるということを書いていました。これどうにかせないかん、これどうにかせないかんと思い、日本全国が特に地方都市が直面している根の深い課題です。この課題をどのように取り組むのか、アイテムを作り、それによって牟礼町の魅力を伝え、牟礼町に住みたいと定住人口を増やす。ではこのアイテムどのように作るのか、誰が、牟礼町の多くの人たちと住民の声をどのように反映するのか、年代別のワークショップなどで住民の意見をまとめる、30名余りで実行委員会を立ち上げました。委員は三国の小学校、そして牟礼中学校、高松北高等学校に中学校の PTA 関係者、牟礼町の交流団体の代表者、高松市の共同推進さん、牟礼地区コミセンの職員、そして牟礼コミュニティ協議会の事務局で結成しました。昨年から4月ですね、12回ほど実行委員会を開催しています。第1回は地元の不動産の方に来ていただき、牟礼町の現在の状況を講演していただきました。第2回からはワークショップ式に実行委員会を進めています。夢づくり実行委員会では牟礼町の多くの人たちの意見を取り入れ、まとめる、でアンケートを取った方がいいんじゃないかという意見から、アンケートの内容や収集方法などについて議論を重ねた結果、牟礼町の広範囲で年齢層も幅広く回収の確実性ということをもとに、町内3校区、牟礼小学校、牟礼北小学校、牟礼南小学校、そして牟礼中学校に協力をお願いし、アンケートを実施しました。子どもからおじいちゃんおばあちゃん3世代の意見をアンケート1枚にまとめ、幅広い意見を取り入れ、改修については各小学校中学校および各 PTA の協力もあり、約7割の改修率がありました。アンケート回収により委員会のメンバーが再発見になるような多くの意見が寄せられ、取りまとめるのに長い時間を費やしてしまいました。そんな事情を知った中学校の PTA 役員の吉岡さんが実行委員会に参加してくださり、彼女の得意とする分野を駆使し意見をまとめていただきました。吉岡さんは牟礼に移住されてきた方で、牟礼の人たちの熱いものに惚れて牟礼に決めたそうです。牟礼町ブック完成しました。2万冊冊子を作りました。冊子は皆さんのお手元にあると思います。冊子の表紙は牟礼を象徴する五剣山をデザインしたものです。五剣山の写真は実行委員長の泉さんが牟礼北小学校の屋上で撮影したものです。冊子をめくっていくと、牟礼、大町、原地区ごとのイベント、公園、公共施設などを掲載しています。地元の自慢のできるとこ、癒しスポットなど3校区それぞれの3世代からのアンケートを取ったその声を住民の顔写真で掲載しています。地域の視点を大切にしました。後ろから2ページ目に、2015年の春に横浜から移住してきた家族写真を掲載しています。奥さんは牟礼北小学校の
芝生の運動場が気に入って決めましたとおっしゃってました。移住策を提案するために地域に欠かせない学校、病院、交通、不動産に関する情報も掲載しています。8つの視点から作成しました。出来上がった群れ町ブックをどのように伝えるのか、群れ町住民には自治会を通して配布しています。観光案内所、コンベンションセンター、交通機関の駅、コンビニにお願いしました。しかしなかなか置いてもらえず、現実簡単ではなかったです。高速道路のサービスエリアは置いてもらうとお金がかかるんです。群れコミュニティ協議会のホームページには掲載しています。群れ町ブック、この冊子は群れ町の多くの人たちと作りました。だからこの思いを1月30日24名のメンバーで高松駅で配布しました。初めての試みでぎこちなかったんです。でも時間が経つにつれてメンバーに笑顔が出、そして配布する人と会話をしながらという光景もありました。この日はケーブルテレビさんも来ていただき、一昨日 NHK 有録香川で放映されました。有録香川が放映後すぐにですね、コミセンの方に、横浜、なぜか横浜から冊子を送ってくださいという電話がありました。早速送っているんですけど、本当に、嬉しかったです。2月8日9日阿知市の企画展が東京で開催されました。その時関係者の方からお声をいただき、私東京で配布してきました。阿知市の取れる群れ町を紹介した冊子ですとフェスで500人ぐらいの方に配布してきました。この時移住を考えている方が会場にいらっしゃって、2ヶ月で4回ぐらい香川に来られているそうです。本当にその声を聞いて嬉しかったです。新聞にも取り上げていただきました。今後効果なんですけど、群れコミセンに来られたが来た方が、知らんとこが用件のっとったわとか、新しく引っ越してきたから方から、子供が病気してこの冊子を見て病院へ行きましたっていうお声もいただきました。しかしまだまだこれからだと思います。継続した広報活動、瀬戸内国際芸術祭2016が3月20日から4月17日まで開催されます。そこで3月4月フェリー乗り場で配布する予定にしています。移住希望者への対応なんですが、まだまだ担当者のスキルアップが必要なので、今後は研修会を、たくさん 開催したいと思っています。新たな戦略、これからもっともっとホームページを活用していきたいし、平成28年度には高松市と合併前の平成4年にできた群れ町のキャラクター与一くんの着ぐるみを新調させ、与一くんと一緒に PR をしていきたいと思います。
な町、市、県になれば、そして定住人口が増えればと思います。牟礼町ってどんな町？自分たちのできること、知恵と力、みんなで出し合いことで、一人一人が生き生きとした町を作るところ、この町で牟礼町ブックが作られました。牟礼町の伝統を、未来を子どもたちにつなげていきたい。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと存じます。ただいまのプレゼンをお聞きいただいた会場の皆様の中でご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。いらっしゃいませんでしょうか。それでは以上で牟礼コミュニティ協議会による事業報告を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。続いてのプレゼンは前田工区コミュニティ協議会、我が町担保地域の魅力発信事業です。資料は12ページをご覧ください。それでは前田工区コミュニティ協議会の皆様、よろしくお願いいたします。我々は前田工区コミュニティ協会です。どうぞよろしくお願いします。それではただいまから平成27年度夢づくり推進事業の報告をさせていただきます。それでは最初に本国について紹介します。本国は高松市の東南部に位置し、市街地より約8キロメートルの地点で、東は三木町に隣接し、人口は4331人、世帯数は1975世帯、面積は 5.85 平方キロメートルで、東西が 2.5 キロ、南北が 3.6 キロの細長い形状の盆地の様相を見せております。続いて簡単に地区内を紹介します。地区内には高松自動車道や国道11号線東バイパス、また通称長尾街道や新田街道等が縦横断し、琴電長尾線高田駅には通勤通学客でにぎわっております。また南北に県二級河川の新川、吉田川が流れ、その流域には多くの農地が存在し、主に稲作が中心で、かつて前田の地名の由来は
肥沃な穀倉地帯で米作りが盛んに行われていたことから、米田から前田、それから前田となったとの一部の説も存在しております。なお本国の特徴として、香川大学医学部や高松東高等学校、また障害者福祉施設旭平成や特別養護老人ホーム、公園など文教施設や福祉施設の町、大井町であると言えましょう。次は地区内の風景であります。この画像は三木町側から中央インター西に向けての写真で、バイパスの工事の際、縄文式土器が発掘され、中村遺跡と言われておりますが、今はその面影はございません。次に地区内の、次も地区内の風景で、高松東高等学校や新川、また高松自動車道をバックに移した田園風景であります。ここから本題に入ります。夢づくり推進事業についてどのようなものを提案するかでありました。この事業は高松市が地区民総意一丸による地元の PR や魅力を発信する事業として夢づくり推進事業を始めたのをきっかけに、前田地区ではどういった事業を展開していくかが検討されました。当時前田地区出身者の方が定年を機に帰郷し、ふるさと前田について現地を歩き、いろいろな角度から研究され、いろはかるたで見る昔の前田の冊子を作られました。また小学校児童の協力を得て、いろはかるたを完成させたのが平成15年でありました。その後かるたを活用し、小学生を対象にした新春かるた大会が行われるようになりました。同時に土曜日の午前中3日間を利用し、地区内の史跡巡りをするなど、冊子を活用した展開が始まりました。これはかるた大会の様子であります。毎年1月の冬の期間中に、老人会、青少年健全育成、子ども会、民生委員等の協力を得て、小学生を対象に行っているかるた大会の様子であります。次に取り組む目的と事業のテーマです。冊子の中には地区内の名所、旧跡が数多く記述されており、それらが現在十分に管理保全されているかも含め、コミュニティ協議会においてそれらを検証検討しました。その結果、目的として、先人たちが残してきた前田地区の史跡名跡を守り、次世代に引き継いでいく史跡保全を夢づくり推進事業として実施していくことに決定しました。テーマとして、初年度は前田の里山である平尾山の遊歩道の整備、次年度地区内外への前田を紹介する、最終年度ふるさとを探訪し魅力を地区内外に発信するとの年度ごとのテーマを決め、事業展開を図ることとしました。次に、今年度事業と関連性もあるので、過去の実績を簡単に、紹介させていただきます。まず初年度、23年度です。前田の里山をである平尾山の遊歩道の整備をする事業として、協議会、自治会、
老人会、婦人会などの協力を得て、延べ4日間をかけ遊歩道を整備しました。その時の様子であります。次、次年度の24年度であります。史跡マップ看板、縦2メーター、横2メーター、2基を作り、コミュニティセンター敷地内及び琴電高田駅構内に設置しました。続いて、いろはかるたで見る昔の前田の保存版冊子を作りました。既存のいろはかるたで見る昔の前田の一部を修正するなどして保存版冊子を作り、前田地区全戸や関係機関に配布しました。はい、大変前置きが長くなりましたが、これから今年度27年度事業である、その概要を発表します。最終年度の27年度は、この画像は実行委員会の様子ですが、まず最初に、実行委員会を立ち上げ、今年度は夢づくり推進事業の集大成の年として、次のような事業を行うことを決定しました。まずプロジェクトチームを作り、具体的な事業展開を協議し、現地調査等に入りました。まず史跡をめぐるコース表の策定から入りました。ハイキング、サイクリングのコースの策定にあたっては、史跡等47のうち20箇所とし、地区内者向けと地区外者向けのハイキングコース、また全部の史跡をめぐるサイクリングコースを作るとの決定のもとに、まずプロジェクトチームを作り、現地調査に入っています。この状況ですね。はい、特に、地区内者向けコースについては、史跡巡り、ウォークラリーを実施することを視野に入れ、いろいろな条件を考慮しながらコースを作りました。現地調査の様子ですね。現地調査をしながら、説明板の設置場所などの調査も合わせて行っております。続いて、完成したコース表です。画像が少し不鮮明でありますが、上の部分が北となっております。まず、地区内者向けのハイキングコース、南回りでございます。約 6.5 キロ、所要時間2時間弱。同じく北回りコース、約 6.3 キロ、所要時間2時間30分。また、地区外者向けのハイキングコースとして、総距離 4.8 キロ、所要時間は2時間30分。それと、サイクリングコースでありますが、これ、史跡20箇所すべてを回っていたということで、総距離が 14.2 キロ、所要時間3時間の3コース4ルートが完成いたしました。続いて、説明板の設置であります。説明板の設置については、おおむね神社仏閣や自治会が管理しているお地蔵さんなどが多く点在していたため、関係者の同意も比較的スムーズにでき、縦横60センチ、高さ 1.5 メートルの石説明板を設置することができました。続いて、リーフレットと上りの作成であります。史跡巡りリーフレットを作り、ラリー当日に配布、また全校配布や関係機関にも配布しました。合わせて琴電高田駅に置かせていただき、地区内外の方には広く知っていただくため活用しております。同時に、2種類ののりを作成し、
琴電高田駅構内に設置させていたなど、琴電利用者を含め地区内外の方へ前田の PR のために努めております。はい、続いてレンタサイクルの導入です。サイクリングコースを利用する人のために自転車2台を購入し無償で貸し出ししており、現在はコミュニティセンターで保管しておりますが、将来利用者が増えれば増数や保管場所も検討することも考えられ、またそうなることを願っております。続いてポストカードの作成であります。地区内の建物や風景写真を取り入れた10種類のポストカードを作成し、前田の魅力発信や前田出身で地区外に住んでいる方には大変喜んでいただけるのではないかと考えております。はい、次にウォークラリの実施について説明します。文字がちょっと鮮明ではないですけれども、この画像はウォークラリの実施要領のチラシと申し込み書になっております。平成27年11月8日には新しいコースでの史跡巡りウォークラリが開催され、183名の参加を得て南回りコースと北回りコースにチャレンジし、秋空の下一人の落後者もなく成功の下終了することができております。続いてこれ前日の様子、準備の様子です。お戻ったところに、上りを立てたり行く方向を指示する案内板を設置したりしております。続いて、当日の出発式とスタートの様子であります。簡単な注意事項や準備運動を行った後、1グループ25人程度の班編成のもと時間差をつけてスタートしております。これは南マリコースですね。先頭のスタッフが交通事情等に配慮しながら先導をしております。続いて北回りコースの様子であります。上の写真は前田の氏神様である宮所八幡宮と、下はですね、高速道の下を渡ってセンターへ元気に帰ってきております。これが最後の画像であります。前田山の中腹から、地区内を遠望した写真で、前田山これ280メートル程度の山でありますけれども、その中腹から南に向けて映しております。中央にはかすくんですけれども、高松自動車道が横切っており、前田地区全体が見渡せております。また天気の良い日には、琴平ですかね、琴平さんの象頭山も遠望ができております。取り組みを終えて、いろはかるたで見る昔の前田からヒントを得て、高松市夢づくり推進事業を実施することで、より多く前田の魅力を地区内外に発信することができました。残念なことに昔の前田を編集された方が今年1月4日92歳で逝去されました。その方のご冥福をお祈りしながら本日の報告会に臨んでおります。先代たちが築いてきた史跡名跡を保全し次世代に引き継いでいくことは我々の使命であると考えております。この機会に自分たちが住んでいる郷土を見つめ直し、郷土に自信と誇りを持てる
歴史ある住んでいてよかった前田の形成にのためにも地区民と一緒になって我々も努力を積み重ねていく覚悟であります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではただいまのプレゼンをお聞きいただいた会場の皆様の中でご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。とかウォークラリーの参加人数、あとポストカードの、どれくらい作ってこれは販売とかだったのか、どこかの設置で配ったのか、ちょっとそういうのを教えていただいてもよろしいでしょうか。センター長の方から正確なことを報告さします。失礼いたします。センター長ということですが、実はコミュニティ協議会事務局長も兼ねておりますので失礼いたします。リーフレットに関しましては今日の発表もそうなんですけれども、私前に出ないで後ろの方で上りを持ってたんですが、地域の人たちが中心になってもう全て進行していただいたもので、リーフレットにおきましてももう皆さんの手作りでやられていまして、この木村さんという方がもう全て趣味と実益を兼ねてやっていただきまして、全部で、1500ほどで地域の方に、全体的にはもう全校配布しました。それとあと小学校関係、それから地域の施設関係全てに渡しまして、あとその希望の方にも渡し、群れの方もおっしゃってましたが、いかに地域外の人たちにも PR していって前田に来ていただくっていうのが、今回の集大成の中で特に中心になった目標でしたので、そういうような部分でもっとこれから平成28年度いかにこれを広げていくかっていうことにかかっておりまして、夢づくりを取り上げた時から前田を知ろう会っていうのが立ち上がって、これも地域の方中心に前田を知る勉強会っていうのをやってますので、平成28年度はもうそれに、前田の知ろう会の方にも十分動いていただいて、地域外の方が前田を知っていただいて、さらに前田にも訪れていただいて地域の活性化に結びつけていきたいと思っております。で、それからポストカードですが、これは、10棟 の、 風景ですけれども500枚ずつ作りましたので5000枚作っております。これもいかに、皆さんに配るか、果たして少しでもお金をもらうか、そういう議論もしましたが、今回は夢づくり推進事業で作らせていただいたものですので、どんどん無料で差し上げて発信していこうということになっております。今日は少しですが皆さんのところには本当にちょっと出し惜しみをしまして3枚ずつしか入っておりませんが、後の分は少しこちらの方に置いておりますので、ご希望の方がいらっしゃいましたら持って帰っていただけたらと思っております。以上です。よろしくお願いします。ありがとうございました。他にご質問のある方はいらっしゃいませんでしょうか。すいません、塩野地区ですけども、昔はこのポストカードについてですが、たくさん絵はがきが出てましたけど、最近非常に絵はがき少なくなってます。あんまり見ることがないんで非常にいいと思いますが、ざっと予算はどのぐらいかかったんでしょうか。これも同様に今のものに説明します。
みません、あのですね、夢作り推進事業あの100万円が上限ですが、もう残念なことに56万円しかあの使っておりません。その中の一部と考えていただけたら、リーフレットを作りました、のぼりも作りました、ポストカードも作りましたいう中の事務的な印刷代それぞれに、はい、その予算の中でちょっと頭に残ってないのですみません、説明ができませんが、まあ、あのもう少し細かいところをあのお知りたいになりたいのであれば、前田のコミュニティセンターまで電話をいただければお答えできると思います。すいません、こんな返答で。他にご質問のある方はいらっしゃいませんでしょうか。それでは以上で前田工区コミュニティ協議会による事業報告を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまで前半第1部は2つの団体の事業報告についてお聞きいただきました。ここで第1部の事業報告について西成先生よりご好評をいただきたいと存じます。西成先生、いかがでしたでしょうか。香川大学経済学部の西成と申します。どうぞよろしくお願いします。まず皆様からしてですね、一回りも二回りも人生経験の少ない私がですね、こう公表するということで大変身に余る思いではありますが、私自身のこう専門分野から見て、あの皆様に少しでもこう有益なことが言えるようにちょっとこれから頑張りたいと思います。で、まずですね、こう、まあ、私自身、まず何者なんだということなんですが、私はもともと建築分野の、都市計画を、専攻しておりました。で、理系なんですけど、でも今経済学部にいます。で、なんでかと言いますと、自分自身の専門分野はですね、あの町づくりといっても、歴史だとか文化ですね、あるいはまあ環境を、生かしてどんなふうに町づくりをしていけばいいのか、そういうその提案をこれまで、専門としてやってきたんですが、それはですね、実は建築分野だけじゃなくて、こういったその経済という、 こう社会科学の分野でも今必要とされていまして、特に観光ですね、観光まちづくりという分野を大学では担当しております。で、まあ、そういった分野からですね、少し、皆様の、やられた活動についてちょっとコメントしていきたいと思うんですが、まず一つ目のですね、牟礼コミュニティ協議会の、活動報告でしたが、まず本当大変素晴らしい活動だなと思いました。始まった時にですね、こう緑色の発表を着た方がわーっと出てきて、でこうちょっとこう迫力がありましたけれども、やっぱりその街づくりといった時に、よくこれは多分おそらくどのコミュニティ協議会でも出ている話題だと思うんですが、街づくりって最後何を目指すのという、結局どこ向かってるのっていうのはすごく、議論の中で問題になることだと思います。地域活性化にしろ、まちづくりにしろ、これは大学でもですね、まちづくりプロジェクトやるときに、結局でもその町がどうなることが目的なのっていうことで、でなんか最終的にはこう非常にこうふんわりとした言葉になるんですね。子どもが生き生きと育って、人口が今のままで生き生きとした町が作れればいいですと。でもその最終的な目標像をこう言葉にした時にあまりにもこう漠然としすぎているし、かつどこの町でもそれは対応できちゃうということで、なんかその分かったようで分からないというのが結局町づくりの目的だったりするんですね。でこれはですね、実はその町づくりという、 こう運動を、あるいは町づくりというものが今日本の中で進んでいる一つの大きな共通点でして、で、まあ、何が大事なのかというと、その町づくりというまず言葉自体がですね、こうづくりっていうふうにこう 連帯形というんですけどね、づくりというので終わってますよね。で私がもともと専門だった都市計画というのは、これ明確な目標像もあるし、都市計画課というその、業
行政内に部局もございますし、予算も配分されるので、必ずある目的に対して公的な手段で、実施を行うわけです。例えば道路整備事業だったり、港湾整備事業だったりと、そういったところでその都市計画というと一つの目標像が明確なんです。ただ町づくりとなるとですね、その何をどうしていけばいいか、その目標像に、力点を置くんではなくて、その今まさにこう進んでいるこの活動、あるいはその運動そのものに実は価値があるんですね。だから皆さんで多分こう議論をしていく中で、どんな町を目指すんやという時に、なかなかそこでどういう言葉を当てはめればいいのか、何をすればいいのかとなかなか分からないところではあると思うんですが、まずは、こういった方向で進もうと思う人たちでやれることをやるというのが、おそらく町づくりの中でいうと、まあ、当面進められるべき方向なのかなと思います。まあ、そういう意味で言うとですね、この牟礼町ブックですとかに、まあ、象徴されるようにですね、こうまずはやれることをやろうと、つまり、こういうことをやることに、意義があると思うんですね。だからこの、ブック自体はおそらくどこの、町の方々でもこう再発見ブックっていうのはこう作られていると思うんですが、何を作るかということよりも、まずはこういったことに取り組む、でそしてこの取り組む過程で多くの人たちがこう議論したり、で時にはですね、こんなことやってどうなるんっていうような意見も出ると思います。でもみんなでポジティブな思いを持って進めていくっていうことが、まずそしてそれが形になってまずはできるということが本当に重要なことだというふうに感じます。そういう意味では、この先ほど緑のハッピーの方々ここ出てこられましたけど、始める前よりもこう始めた後、そして授業が終わった後にこう緑のハッピーを着ている人たちが、まず増えていたり、あるいはまあ笑顔が増えていたりですね、そういったところがすごく大事なので、やっぱり街づくりというのは本当に人づくりなんだなということをこう感じました。それからですね、その後の、前田航空コミュニティ協議会の、ご発表ですけど、こういうそのふるさと前田というこういったリーフレット以外にもですね、史跡の整備ですとか、あとまあ里山の整備も含めてこうかなり多面的なことを、やられているなということを感じまして、本当に素晴らしい取り組みだなというふうに感じました。で、私自身がですね、これ関東出身の人間なんで、実はその関西というか特にこの四国香川を私自身が、どう見るかといいますと、関東はですね、関東というか東京なんですけど、でずっとその東京の大学で、地元の町づくりなんかもやってきたり、歴史も調べたりしてきたんですが、自分が住んでいる場所は中野という場所でして、そこはですね、歴史が非常に浅いんです。で特に、関東、特に東京というのは非常に歴史が浅い、地面を掘っていってもあまりその、振り返れて、江戸時代ぐらいですね、でそれよりも古い歴史となると、もう本当にもう古いんです。古代の遺跡が出てきましたよとか、そういったことになるんですね。ただこう香川に来てすごくびっくりしたのは、この前田航空コミュニティにもおそらく共通していると思うんですが、こうちょっと地面を掘ると近世も出てくる、近世とつまり江戸時代も出てくるし、中世も出てくる、そしてさらにその古代も出てくるという、その連綿と続く歴史がこの土地の中に埋もれているということがものすごい大きな価値、特に東日本の人間からするとこんな財産はないと思うんですね。だから、ただこの付近の人たちにとってはきっと当たり前なんですね。関西方面の人たちにとっては割と当たり前、な歴史の認識なのかもしれないですが、東の人間からするととても珍しいので、特に観光とかっていう視点で見た時にですね、おそらく関西地方の人は割と普通なんです。でも関東から来るような人にとっては、こう中世古代といった歴史がこう連綿と続くような町の包容力っていうのはすごく
魅力的だと思います。そういった意味でもここの前田校区で進められているような、歴史の掘り起こしで、それをみんなで共有する知恵ですね、こういったことは本当に素晴らしいことだというふうに感じております。で、私も街歩きが本当趣味でして、道が大好きなんです。道を歩いてて、外曲がってると何で曲がってるのかなって考えるのが大好きでして、で、道ってやっぱり近代以降に作られた道ってつまんないんですよね。そう、明治以降に作られた道って大体まっすぐで作られるんです。それは効率的な発想で作られていくわけなんですけど、その、明治、つまりまあ都市計画というものが作られ始まった明治以降よりも前の歴史ですね、江戸時代とか中世古代に人々が歩いて作った道、この道を行くとそのまま神社につながる道があるとか、ここをつながっていくとこうため池を通じて、非常に景色のきれいな場所があると。これはまさにそれぞれの地域にしかないその本当に魅力でして、これらをこう浮き彫りにしていくのがやっぱりこういった作業につながるのかなというふうに思いました。本当にこれを元に歩いてみたいと思うんですが、あとは2つの、ご発表を通じてその、まあ、ご提案ではあるんですけど、実は今香川大学でもですね、こういったその、地域の方々のところに学生たちが行って、地域インターンシップっていうんですけど、5日間ほど皆様の地域の中でこういろいろ学ぶんですね。まあ、例えばですけど、このふるさと前田というこのリーフレットを学生がちょっとデザインをやってみてっていうようなことを例えば、学生に対して頼んで、でその代わりまあ皆様に、学生の指導といいますか、こう歴史的な指導も含めて食事だったり、あるいはまあ 人としての在り方ですか、そういったことをこう教えていただくようなプログラムが今どんどん増えてきております。で、日本の国立大学も、今役割分担が進んでおりまして、特に香川大学はですね、こう地方に根ざす、地域に根ざすというところに本当に力点を置いていくようになります。そういった意味では、皆様がやられている活動に、ぜひこう大学がこう絡んでいくと、もっともっと面白くなっていくように思います。学生から見たときに、例えばまあ学生といってもですね、香川県出身者は3割程度なので、他の地域から来ている学生が非常に多いです。だから、もちろん、年齢という世代もありますが、こういろんなところから来ている学生、あるいは留学生もいますので、そういった目から見てこの地区の、魅力なんかをより掘り起こしていくような活動が今後、まあ、どこかで連携できれば嬉しいなというふうに思います。私のゼミでもですね、よくこう街歩きを行って、その道だとか歴史に学生たちに関心を持ってもらいたいなというふうに思っているんですが、まあ、なかなか20代の若い学生だとあんまりそういったところに、ま、なかなか関心が芽生えてない状況です。みんな食なんですね。食にはものすごい関心を持っています。なのでその年代ごとに応じてさまざまな魅力があるので、やっぱり混ざり合うっていうところに今後の、目指すべき目標といいますか、皆さんまずはコミュニティ協議会の中でこうしっかりとした地盤を作っていったら、こう他社と連携するっていうところに今後は進められてはいかがかなと思います。そういった意味では大学もぜひ連携させていただければと思います。はい、ちょっと長くなりましたが以上で終わりたいと思います。石成先生ありがとうございました。以上で前半のプログラムを終了いたします。ここから約15分間の休憩の後、3時5分から引き続きバラエティに富む内容の成果発表をしていただきますので、皆様どうぞ後半の部もご参加くださいますようお願いいたします。なお、会場の前方には各種団体や地域のチラシなどを展示しておりますので、どうぞご覧ください。また会場の前方後方4カ所にお飲み物をご用意しておりますので、ぜひご利用いただき、この機会を通じて様々な方と交流を深めていただければ幸いです。おくつろぎいただきながらごゆっくりご歓談ください。